皆さんこんにちは。1992年4月26日から2014年9月7日まで毎週日曜日の19時から放送されていた TBS 系の人気番組さんまのスーパーからくり TV をご存知でしょうか。明石家さんまさんが MC を務め、ご長寿早押しクイズやからくりビデオレター、中村玉緒さんがロケをする玉緒が行くなど数々の人気コーナーがあり、国民的番組として長年愛され続けました。そのコーナーの一つ、からくりみんなの替え歌では、コーナーに出場した一般人が次々と注目を詰め人気者に。さらにその派生コーナーとなった全国替え歌甲子園に参加した大江豊さんは、初登場時から強烈なインパクトを視聴者に与え、後にプロの演歌歌手となります。今回はその大江豊さんの過去や現在についてお伝えいたします。大江豊さんには病気説など心配な噂も出てきました。その真相について調査してまいりましたので見ていきましょう。まずは大江豊さんのプロフィールをご紹介いたします。大江豊さんは1989年11月16日生まれの33歳、大阪府岸和田市出身で、身長は175センチメートル、血液型は O 型です。大江さんが芸能界入りを果たしたきっかけは、前述しましたさんまのスーパーからくり TV でした。大江さんが初登場したのは2007年2月14日放送分、全国替え歌甲子園の大阪代表として出場しました。当時大江さんは現役高校生でしたが、高校生には珍しく大の演歌好きで、同世代が興味を持つような流行りの音楽は一切知らないと話していました。当時人気だった倖田來未さんのことを倖田來未と間違えていたなんていうエピソードも飛び出し、さんまさんらスタジオは大爆笑。また口調もとても丁寧で、常に敬語で話す礼儀正しいキャラクターも話題となり、演歌高校生として人気となりました。その後高校を中退しましたが、中退後も引き続き番組に出演、演歌浪人、演歌一般人と紹介され、引き続き番組を盛り上げます。ですが大江さんはプロの演歌歌手を目指していたことから、 TBS アナウンサー安住紳一郎さんは音楽事務所にデモテープを送ったらどうかとアドバイスをします。その助言のもと、実際にデモテープを送った大江さんは、なんと北島音楽事務所の目に留まりました。大江さんは北島三郎さんをとても尊敬しており、神様と崇めていたほど、弟子入りも志願していたため、北島音楽事務所の目に留まったことは本望だったようです。二つ返事でデビューを決意した大江さんは、2009年、北島三郎さんがペンネームとして使用している原ジョージ名義で作曲したシングルノロマ大賞でデビューを果たします。北島さんの内弟子の経験を持たずにデビューをしたのは大江さんが初でした。この異例の快挙は当然さんまのスーパーからくり TV も注目し、番組では素人時代からデビューに至るまでを追い続け、大江さんのデビュー曲発売日である2009年2月15日放送分では、ノロマ大賞を番組内で披露しました。このノロマ大賞はオリコンチャートで最高位28位、演歌部門で5位を記録しています。ここまでですでにドラマのような人生を歩んでいる大江さんですが、さんまのスーパーからくり TV に出演する以前から様々なエピソードがありました。まずは大江さんの圧倒的な歌唱力についてですが、これは祖父の影響だったようです。子供の頃祖父と一緒に暮らしていた大江さんは、祖父から歌を教え込まれました。当時のことについて大江さんは、うまく歌えないとしょっちゅう殴られましたねと話しており、祖父は相当スパルタ教育だった模様。また幼稚園に入園する前から祖父に手を引かれてスナックへ連れて行かれていたようです。そこで歌っていたようですが、祖母は小さい子をお酒の席に連れて行くなんてと眉を潜めていたとか。それでも歌を続けていた大江さんは、小学校3年の時に泉大津市のカラオケ大会に出演、
中学では合唱部に入部した一方、老人ホームの慰問に訪れていたそうです。幼少期から祖父と過ごしてきたことから、同級生といるより年上の方と過ごす方が楽だったという大江さんは、教頭先生と将棋をするのが楽しみだったとも語っていました。大江さんが番組内でここまで人気者となったのは、祖父の影響をがっつり受けていたからだったんですね。祖父の愛情を存分に受けて育った大江さんですが、幼い頃には事故に遭っていたようです。その時に右目部分を縫ったのだとか。番組出演時から右眉毛の傷跡が気になっていましたが、事故のせいで眉毛が薄い部分があるらしく、それをカバーするために自分で描いているそうです。事故も乗り越え念願の演歌歌手となった大江さん。そんな大江さんは2010年、再び試練を与えられました。九州でコンサートをしていた大江さんでしたが、夜の公演で突如激しい動悸に見舞われたのです。異変を感じた大江さんはステージを司会者に任せ後ろへ下がりました。原因は過呼吸による血圧の急な上昇。そのまま病院へ運ばれた大江さんでしたが、幸いその日のうちに症状が治まったので翌日は再びステージに立ちました。ところが翌日も再び激しい動悸に襲われてしまいます。今度は精密検査まで受けましたが、特に異常は見つかりませんでした。それでも大江さんの様子がおかしいと感じた事務所の社長は、大江さんに心療内科に行くことを勧めます。受診した結果、大江さんはパニック障害を診断されました。パニック障害は有名芸能人の方でも結構いらっしゃいますね。近畿キッズの堂本剛さんや、キング&プリンスの元メンバー岩橋元気さんなどもパニック障害と診断されています。パニック障害はストレスにより発症し、激しい気分の落ち込みやうつ病まで併発する場合もあります。治療しながら活動を続けていましたが、残念ながら大江さんの症状が回復することはありませんでした。結果2010年12月に活動休止を発表します。この影響で予定されていた仕事はキャンセルされ、発売予定だったシングルの発売も実質中止に。ですがそんな状況を救ってくれたのは恩師北島三郎さんでした。北島さんは、俺のそばにいれば何も怖くないからと大江さんを励ましたそうです。こうして休業期間に入った大江さんは半年間寝たきりで過ごした後、2012年4月29日にはデビューのきっかけを作ってくれたさんまのスーパーからくり TV に出演し、当時の状況について語りました。その時はひたすら不安がこみ上げてきました。大好きな音楽も聴けないし、テレビも見られないと心情を告白。演歌一筋で育っただけに相当つらかったでしょうね。北島さんの支えもあり徐々に回復していった大江さんは、2013年3月、原ジョージ名義で北島さんが作詞作曲した「ふるさとは今」で復帰を果たしました。その後は活動休止することなく活動を続けている大江さん。2018年からは北山たけしさんと共に北島兄弟を結成し、ソロと並行して活動を開始。年末には第60回輝く日本レコード大賞の企画賞を受賞し、師匠北島さんと共に第69回平成最後の NHK 紅白歌合戦にも特別枠で出演しました。翌年2019年には北島兄弟で全国ツアー、明治座、新歌舞伎座、博多座でコンサートを開催。2020年2月には北島兄弟で台湾公演を成功させています。しかし健康状態にはまだ気をつけなければならないことがありました。デビュー時から30キログラムも太ったという大江さんは、2018年放送のザ・名医太鼓判で腸がどす黒く変色していたことが判明したのです。これは暴飲暴食からなる便秘を解消するため薬を服用していたようですが、その服用方法が間違っていたために起きたとのことでした。また大江さんにはお姉説もあります。これはいつも小指が立っていたり、銭湯へ行く時などに胸をタオルで隠すことなどから浮上しました。しかし大江さんはこの説を完全否定しています。
以上、今回は大江豊さんの過去や現在、病気のことなどについてお伝えいたしました。大江さんはとても真面目な性格で、何事にも一生懸命取り組む姿勢が魅力的ですよね。そのため、人一倍精神的なストレスも感じてしまうのかもしれません。無理はしない程度にこれからも活躍してもらいたいところです。最後までご視聴ありがとうございました。コメントを残してもらえると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それでは、また。